フランシス・ラインは、リエージュのライナスとしても知られる、イエズス会の司祭及び科学者、磁石時計を発明したことで知られている。ニュートンの理論と業績に対する同時代の批評家としても有名である、ロバート・ボイルと彼の期待理論にも挑んだ。1595年生まれ、生まれた際は別名であるホールという名前を用いた。生まれはロンドンもしくはバッキンガムシャーとされている。 1623年にイエズス会に入り、1628年に司祭に任職され、1640年8月20日に4つの誓いを宣言した。長きにわたり、リエージュのイエズス会の大学でヘブライ語と数学の教授をしていた。1656年イギリスの任務に派遣され、短期間ダービー地区で働いた。1659年とさらに数年間ロンドン地区に、 おり、1665年にはランカシャー地区に駐留した。イギリスでの任務を果たしている間にダイヤルを制作し、1669年7月24日にホワイトホール王のプライベートガーデンに設置した。1672年に彼を父なる神とするリエージュに再び行き、新歴1675年11月25日に死去した。 チャールズ2世のために1669年に日、時計を作成した。これは1673年のアンエクスプロケーション、オブザダイヤルに詳しく説明されている。それぞれ多くの浮き彫りがなされている。地理学、先生術、天文学の目的のための日時計がそれぞれ上に位置付けられた6つの部分に分かれ台座に乗っけられている。1775年。 ロチェスター伯爵と酔った友人により破壊された、フランシス・ラインのホワイトホール宮殿の人形。ウィリアム・レイボーンの作品から複写した、イラストこの記事は、パブリックドメインの辞典本文を含む、ライン、フランシス。ディクショナリー・オブ・ナショナル・バイオグラフィー、ロンドン、スミス、エルダー &CEO、1885,900。ありがとうございます。